T13T35GP カー T43 グランスポーツ T59GP カーのフロント部分エットレ・アルコイ・ジドロ・ブガッティはイタリアのミラノに生まれフランスのアルザス地方モールスハイムに自動車メーカーブガッティを創業した自動車実業家技術者デザイナーである父カルロ・ブガッティと母テレサ・ロリオリの長男としてイタリアのミラノに生まれた カルロは有名なアール・ヌーボー様式の家具、宝飾品のデザイナーで、弟のレンブラントは動物を、主に題材とした、彫刻家、カルロのいとこのルイジーヤは、画家ジョバンニ・セガンティーニの妻である。また、カルロのギリの祖父であり、エットーレの祖祖父であるジョバンニ・ルイージ・ブガッティも、画家、彫刻家で、ブガッティ家はまさに芸術家一族であった。故国イタリアを離れて、 パリに今日構え、一家の交友相手の大半は、フランス人であった。早くから自動車に関心を持ち、まだ重大であった19世紀末から、当時ようやく没興し始めた自動車メーカーのために、エンジンや車体を設計した。第一作は1898年に、プリネッティストゥッキのために設計した自動車で、この車は後に、ブガッティ研究者によって、 ブガッティタイプ1と呼ばれている。その後、1901年に T2 を開発、ミラノの自動車博覧会で賞を獲得した。これが、ディートリヒ社のオーナーディートリヒ男爵の目に留まり、1902年から1904年には、エッドーレが設計した車が、ディートリヒブガッティのブランドで製作されることになり、T3 から T7 が生まれた。1907年には、 ドイツ車のために T8T9 を設計し、独立後の1913年にも、プジョーのために、小型車ベベビー P1 型を設計した。1907年には、自宅地下室で T10 を自主開発、独立に備えた。1909年、当時フランス領となっていたアルザス地方のモールスハイムに、自らの会社を起こし、T13 の生産を始めた。 彼の製作する自動車は、材質に、軽合金を多用するなど、技術的に進んでいて、高性能であったばかりでなく、一つ一つの機械部品の隅々、例えばエンジン単体、アルミホイール、サスペンション、車体のリベット止めなどにまで完璧な、美しさが追求されていた。美しさを優先したせいかヘッドが大きくかさむ。 DOHC の採用は遅く、脳型体の最一 C に固執していた。有名な作品としては、T35 グランプリカー、12,763cc という史上最大のエンジン排気量を持つ、超高級車、T41 ロン IR、ブガッティ車としては710台と最も多数が、生産されたスポーティな高級車、T57 などがある。このうち、 T41 ロワイヤルの車体デザインと T57 の設計は、エトーレの長男で、父譲りのデザイナー、技術者としての才能を持っていたジャンが担当した。また、フランス国鉄向け鉄道車両、オトレールガソリンカーの開発、製造を行った。エアレース用航空機、100P の設計も試みたが、こちらは未完成に終わっている。は、 過去の自分の設計に固執する傾向が目立つようになっていた。ジャンが T57 のために独立喧嘩式のフロントサスペンションを計画しているのを知ったエットオーレは激怒し、結局 T57 にはその部分だけひどく時代遅れな固定軸式サスペンションが採用された。機械式ブレーキにも固執し、T57 が油圧ブレーキになったのは中期モデルになってからであった。 1939年8月に、ジャンがテストドライブ中に事故死すると、車内には誰も進言できる者がいなくなった。ジャンの死の直後に勃発した第二次世界大戦で、ブガッティのような高級車は生産できなくなり、軍事用の航空機部品生産が本業となった上、モールスハイム工場は破壊された。戦争中は、パリ近郊のルバロアに新工場を建設し、 新設計の自動車をそこで生産するプランを練っていたが、戦争終結後の混乱がなお続いていた1947年に、病没した。ジャンと共にモールスハイム近くのドリスハイムにある、ブガッティ家の墓地に埋葬されている。ありがとうございます。